はい、どうも皆さん、おはようございます。こんにちは、こんばんは。夢明郷の天満ネイロスです。さあ、本日なんですが、皆さんに奇跡のシナジーをちょっとお見舞いしていきたいなというふうに思っておりまして、皆さん、夢魔教というテーマご存知でしょうか？これね、非常にね、面白いテーマで、フィールド魔法を、まあ、駆使して戦っていくっていうテーマっていうんですけども、まあ、なかなかね、正直単体で組んでもそこまでやっぱ強くないというのがもうずっと永遠に言われてまして、まあ、デッキテーマの中では弱い方と認識されている方が結構多いかなと思うんですが、あのね、最近ですね、夢明郷とキマイラっていうデッキの相性がめっちゃいいということが発覚しまして、これデッキのギミックは僕メンバーシップやってるんですけど、メンバーシップの中夢明郷を、無限にこすってる人がいてなんか夢明郷しか使ってないみたいな人がいて、でそういう人から教えてもらったんですけど、夢明郷のギミックをなんとキマイラギミックを回しながら回せるっていうね、超最強ムーブがあるんですよ。まあ、ちょっと手札的に、まあ、一番強いのは多分ガゼルとチェーンとかのハンドの時一番強いとプラス融合か、だからまあデストイパッチワークプラスガゼルみたいな、まあ、2枚初動からなんとキマイラムーブをしながら盤面に夢明郷を用意するっていう動きができるようになりまして、これね、これ動き見てもらった方が早いですけど、結構強いんですよ。これ動き通ると。これをちょっと見せていきたい、今日は。で、相性がいいところは、まずそもそも、夢明郷のモンスターって悪魔族モンスターがやっぱ結構いるんで、天使族とか悪魔族がいるんで、だから悪魔族自体はキマイラと相性が非常にいいっていうのと、このバフォメット、幻獣魔王バフォメットっていうモンスターが、デッキから悪魔族、幻想魔族、獣族を墓地を送るって効果あって、これとかと、なんかその、まあ、カードの効果を組み合わせていくと、ここの、まあ、要は何にも夢魔境ない状態から、夢魔境のこのギャクとネイロイっていう最近の初動モンスターがいるんですけど、これをリクルートすることができるっていう動きがあるんですね。まあ、これちょっとデッキの動き方見てほしいんですけど、これがね、面白い。だから夢魔境のカード何にもなくても、いきなり夢魔境ムーブが始めることができるっていう、まあ、そういうことですね。で、まあ、普通の夢明郷ができない展開の時はキマイラのをすればいいというところで、まあ普通のキマイラデッキの中に夢明郷のパーツが何枚か入ってるみたいなイメージですね。はい、ちょっと早速でちょっとくっ喋っててもしょうがないと思うんで、一回動かし方ぜひご覧ください。はい、やっていきましょう。デュエルスタンバイ。なるほど、ちょっとハンドは強そうな気がしますけれども、一旦ちょっとコーンフィールドコアトルさんの効果から発動します。ミラソ持ってくるか。ちょっと G だけマジで重いんですけどね。ちょっと一回デストイパッチワーク発動していいですか。さあ融合と、エッジインプチェーンを手札に加えさせてもろて、いやこれだってさ、これさ今んところさ普通にさただのさ、これあれじゃん、キマイラじゃん、これ相手なんもなそうだな。これただのキマイラみたいな反動してんじゃん。こっからさ誰もさ夢明郷が始まるとは思わないよねで、エッジインプチェーンの効果チェーン1、幻想の王ガゼルの効果チェーン2で、有力剣士キマイラの効果チェーン3。はい、さあこれでエッジインプシザー墓地送ります。ここで普通いつもさ結界像とかね、墓地送ってると思うんですけど、ワンクーとかなんかエッジインプシザーを送ることによってね宇宙が巻き起こるというね話をしましょう。さあデストイマイスターを持ってきて、誰ガチ誰で、デストイマイスターをペンデラムスケールにセッティング、そしてエッジインプシザーの効果、自分の、手札のモンスターを戻しながら自身を特殊召喚、そして、デストイマイスターの効果を発動、デストイマイスターの効果によってエッジインプシザーをリリースしてデッキから夢明郷の逆とネイロイを特殊召喚な、何ってなるよねこれ。そして夢明郷の使徒ネイロイを特殊召喚、まあ、属性は特に変更しない。そして夢明郷の、逆とネイロイの効果を発動、フィールドの夢明郷モンスターをリリースすることによって夢明郷モンスターをデッキから特殊召喚、現れろ夢明郷の乙女イケロス。ちなみにイケロスに書かれたフィールド魔法を持ってこれるぜ。で、イケロスの効果、夢明郷マジックカードを持ってくることができるので、コントの夢明郷を持ってくる。そして、2体のモンスターでリンク召喚、現れろ
黒シープ、あ、違う、黒シープもこれ獣族モンスターなんで一応相性は悪くはないです。あのこれで適当にリンクしてから、あの獣族用意して融合みたいなことするとキマイラムーブもいけたりするんですけども、でここで召喚権を使ってないためミラーソグナイトを召喚していく。ここで召喚権使ってないのマジってなるよねそしてミラーソードナイトの効果使っちゃっていいか、もう融合モンスターしか出さないもんな、ミラーソードナイトの効果を発動。ミラーソードナイトによって、自身をリリースし、デッキから、合成魔獣融合の名前が記されているモンスターを特殊召喚。現れよ体力のバフォメッツ、バフォメッツの効果を発動。バフォメッツの効果によって合成獣融合と、ガゼルを手札に加えていく。そして混沌の弓矢鏡の効果を発動。自分の墓地から弓矢鏡カードを、除外することによって、これさ、どっち出したいんだろうな、これ。一応破壊あるから多分天魔の方が強いな。さあ、自分の墓地の弓矢鏡2体を除外し、現れろ弓矢鏡の天魔ネイラス。クロシープの効果を発動。リンク先に融合モンスターが特殊召喚されたため、自分の墓地からミラーソードナイトを特殊召喚するぜ。キュイーン。そして手札よりマジックカードキマイラフュージョンを発動。キマイラフュージョンの効果によってこれとこれ、手札のモンスターとフィールドのモンスターで融合召喚。現れろ有欲幻獣キマイラ、かっこ幻獣王キマイラ。そして、チェンイチバフォメットの効果、チェンニー、あーやべ、コーンフィールドコアトルちょっとあれしなきゃ、あの墓地を組んなきゃやばいこと起きるか。いや、そんなもないか、別にフィールドにいてもいいな、別にフィールドにいても大丈夫だコアトル君は。そしてキマイラとバフォメットの効果によってなんかいろいろモンスター出てきて、てかすごい展開力じゃないこれ、見てこんなモンスター並ぶことあるすごくないこの展開力やばいでしょ。カード1枚セット、まあ、これでターンをしよう。絶対これあれだけどな、ここのさ、あの黒シープのとこマスカレーナでいいみたいな話だけどな黒シープだとミラソドナイトをね、特殊召喚できるから、ネイロとのネイロスかネイロスと の, あの相性が非常にいいという話あるんですけど、ミラソドナイトフリーチェーンで飛べるんで、リリースしてリリースすると相手のカード破壊できるんで、ネイロスがという最強の仕事ね。うわー決めー、いや大丈夫、これはコーンフィールドコアトルに向かうできる、飛べコーンフィールドコアトル。相手が発動した対象に取る効果を無効にして破壊することができるぜ。あのね、反逆の財宝とかいうカードのまくり性能マジ高えわ、本当になんかあれで絶対一妨害踏まれるのマジ決め、まあ、とりあえず財宝狩りの悪魔で、まあ、とりあえず、スネークアイだったか、まあ、レスキューエースだかどっちかわかんねえけど、てかこの間さ、なんかスネークアイかと思って対戦してたらなんか TG 飛んで来たことあったんだよね。宇宙巻き起こって負けたんだけど、まあ、あれめっちゃ強かったな。財宝狩りの悪魔、あ違うわ、シルビア、はい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 、シルビアディアベルスター、はい、シルビアダリーな、シルビアダリーぞ、シルビアがダリー。あとあの300のうんこを投げつける効果が結構強いんで、まあ、それを頑張っていきたいといったところですね。シルビアをが墓地にある状態だと財宝魔法トラップカードと、あとディアベルスターの効果かにチェーンするとなんか無効にされるみたいな。ルシエラ、あーってことはこれ、あれ現在法か、1枚現在法ってことか、なるほど。現在法だったらここでさ、もうミラーソードでさ相手破壊しちゃっていいんじゃない、表側のカード。あれ多分1枚現在法じゃん。でもモンスター召喚って言われたらミラーソードライト使えばいいから、これ多分打っちゃっていいね。ミラーソードライトの効果、ミラーソード打ってまあ体力のバフォメットでいいか、体力のバフォメット出してきます。はい、でいろいろ発動しますよ。じゃあカードがリリースされたため、バフォメットの効果と、それからネイロスの効果と、対象はこれで、クロシープの効果、リンク先に融合モンスターがいる状態でリンク先にモンスターが特殊召喚されたため、モンスターが墓地から特殊召喚されつつ、これエッチインプチェーンとかでいいか、名称違うとガーディアンキマイラの弾になれるんで、エッチインプチェーン特殊召喚しつつ、ネイロスの方でリリースされたナイトカード破壊する。ミラーソードライトがさ、まるで弓矢鏡みたいな動きするけどさ弓矢鏡の使徒ミラーソードライトがめっちゃ強いから、
ミラ、ユラキオの騎士か、どっちかっていうとナイトらしい。ユラキオの騎士ミラーソードナイトめっちゃ強いから、財宝がなくまでカード1枚ドローしてこれワンチャン作ってくるやつか。これ多分現在宝1枚手段にあるんですよね。だからあとはまあ引かれなきゃでもなんか大丈夫だと思うけどな。でミラーソードいるんで、ミラーソードで一応フィールドで発動したモンスターの効果は無効になります。あー、ホワイトバーチ、なるほど。あー、これあれか、多分現在宝のコストでしょ。あー、オッケー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 。これねもう召喚剣使ってるから多分ねだいぶきついでしょ。だいぶきついと思うよ。でこれでまあスネークアイエクセルかな、エクセル出してきて、でポプルスって言われるけどこれミラーソードで無効にできるんで、はい、はい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 。でちなみにガーディアンキマイラまだ控えてますからね。ミラーソードライトの効果、ミラーソードで相手の効果を無効にして、まあ、これ破壊はしてくんないんですけど、コアトル君は破壊してくれるんだけどな、ミラーソードを破壊してはくれないっていう話ね。まあ、ただ結構きついで多分手札1枚は X、 わからない。あー、リンクリボーか。あ、オッケー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 、いけるぞいけるいけるぞ。なんか多分これ雑魚い展開しかできない。これ多分もうなんかめちゃくちゃな展開力あるんだけど、やばいなモンスターの数。キマイラフュージョン発動、キマイラフュージョン爆発、キマイラフュージョン爆破。いや、やばい、増殖するぜヒスター。やばい、ワンチャン作られた、やばいやばいワンチャン作られていく、ワンチャン作られるか。じゃあガーディアンキマイラじゃなくてこれドラゴンストペラの方がいいか。こっち待って、ドラゴンストペラにするわ。有翼幻獣キマイラとチンプチェーンを融合して、ちょすいません、あの調子乗りました。今のはガーディアンキマイラ絶対自分のターンでいいです。で、1枚ドローされてこのかがり火とか言われるとワンチャンポップルスから動いてくるとかあるんで、まあでもスタペリアがいるんでもう何かポプルスとか言われても効果無効にすればいいみたいな話あるんで、まあ結構大丈夫かな、なんでも。さあどうしますかこの最強盤面。はいはい強いはい強いはい、デストイパッチワークマジでさ、これぶん回るとすごい展開力だよね本当に。ユアキョウ最強すぎる、ユアキョウって最強なんやなってやっぱ改めてやっぱ感じますよね。あー、なんかユアキョウのさ、ユの字もないのないハンドからユアキョウに繋がんのマジ、これ神シナジーでしょ。でまあもういらないのでこの辺のモンスターをしょって、この辺しょりますか。もうなんか何でもいいんですけども、融合サインするのは。でガーディアンキマイラでドヤ顔すればいいんで、はい、で3体のモンスターを融合サインにして融合召喚。うおっ、ガーディアンキマイラ爆誕、キュイー、なんか盤面強くないこれ。でガーディアンキマイラチェーン1、チェーン2ガゼルで、チェーン3、パーメットと、めちゃくちゃな展開力だぜ。これはさすがに最強デッキと言っていいだろうキマイラの新しい可能性ちょっと見出してる気がするぜ。どうだこれは、さすがに強いんじゃねえか。さあ、うおーガーディアンキマイラ、あ、うらら強い、うおー2枚破壊、最強バトル役所一召喚するか、召喚バトル、うおーおらーおらー、おら、対戦ありがとうございました。宇宙最強デッキ爆誕。なるほどね、まあ、悪くはないハンドではあるけども、まくれるかどうかと言われると非常に怪しい。結局さあれなんだよな、そのこのゲームマジで後手勝てらすぎるから、なんかちょどうしたらいいのかなっていうなんか誘発そんなに入れられないデッキはまずそもそも後手勝率落ちてると思うし、あと単純になんか誘発2枚くらい打っても全然貫通されるじゃないですか今の環境。結構ね手数が多いんで、レスキューエースとかスネークアイとかね、割とね、まあ相手に刺さる誘発の持ち方をしてればまあ別なんだけど、なんでちょっと後手の勝率を高めるというよりかはもうなんか先行でやれること全力でやって先行の勝率落とさない方がなんかいいんじゃないかって、後手はワンチャン勝つくらいでなんかいいんじゃないかと僕は思ってるんですが、皆さんはどう思いますでしょうか。それかまあ全力5点するかっていう話なんだけど、全力5点のデッキってさもう今多分勝ってないと思うんだよね。
まあ、ちょっと何持ってこられるんですかねこれ、まあ、ちょっと一応いやーまあちょっとスルーするかまあ持ってたら意味ないけどね、タービュランスに裏打つことはできないし、まあ、できればエマージェンシーとかに打ちたいっていう気持ちはあるんですけど、あエアホイスターね、オッケー了解です。でエアホ召喚されるでホイスターで、何持ってこれるんだこれ、あーエマージェンシーか、まあ、あとはね全持ち芸人されてるとちょっときついんですけど、全持ち芸人がさやないことに、まあ、こう打られるしかないね。ここに打ちたいです。まあ、これ墓穴って言われたことおつやなんだけど、大体大体おつやなんだけど、あ通った、なるほど。ってことはあとは、タービランスすべきとかがないと一応タービランスは出ないんじゃないかな。はい、財宝狩り、なるほどね。これなんか引きに行ってる気しない、なんかこれワンチャンこれタービランス出てこないとかないかな。割となんかなんとかなりそうな気がしてきたぞ。これはリンクリボーエアホイスター、ああオッケー、トガ姫はいいよ、トガ姫はオッケーです。これマジでなんとかなるな。マスカ、あマスカリナか、いやダリーな結局さリトルナイトダルすぎワロタなるほどなるほどね。でもこれタービランス出ないし、ここからタービランスって言われたら俺泣いちゃうよさすがに。いやなんか耐えてる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 、いや墓から強い。これはトガ姫がしょれるんで、まあ、ワンチャンいいですね。で、まあ、デザインパッチワーク打って、これな相手がな どのぐらいこのデッキのことを理解してるかなんだけどさ、これさ どういう打ち方してくるかなんだよね、このマスカレーナを。マスカレーナ、まあ、これセットしてガーディアンキマイラ打っても多分アドバンテージ何も稼げないから、まあ、これ逆と召喚するしかないと思うんだよね。あと相手がね何をどこに打ってくるかみたいなとこあるんですけど、とりあえず逆とネイロイさんの召喚、ちなみにここにイトルライドって言ってこれ飛ばされるともう手数出ないんですけどほぼ手数出ないんですけど、一応許されるらしいわ。なるほど、一応そこは許される。意味不明モンスターをとりあえずいっぱい爆弾させていくしかねえこれ相手わかんねえだろうなこれ。多分ユアキを的確に多分さ妨害当てられる人多分この世に存在しない説あるんだけど、あまあユアキを使ってきた別でね、多分そのユアキを触ったことある人が何人いるかって話で、まあ多分ほぼまあそのデュエリストの9割は触ったことないと思ってるから、さあとりあえずユアキョの死とネイロイをリリースして、逆との効果でデッキからユアキョが出てくる。相手テキスト読んでんだこれこれは一旦イケロスちゃんを出しに行くしかないということですね。でイケロスの効果発動して、混沌をサーチングしていくと、これいきなりガーキマぶち込んでいくしかないかな。これもねちょっとどうやったってちょっとリトルナイトが重いんで、もう融合しに行きましょう。もうクロシェイプとかしてなんか踏んだらそれはそれで嫌だから、とりあえずもうここで、まあ、絶対に一体は盤面にモンスターが残る状態でガーディアンキマイラを出しに行くしかない。マスカレーナ OK、 マスカレーナはもうどうしようもない、踏むしかない、回せろ。マスカレーナエアホイスターリトルナイトラッパチオマラ出てきて、で融合でガーディアンキマイラが出てくる。これとこれとこれ、はい、でアルティメット融合召喚どこでもいいかこれいけー、ガーディアンキマイラ爆弾、うおまあ一応チェーン隠す一応チェーン隠すけども、いやこれでまあちょっとガーディアンキマイラ、あ間違えた、マスカレーナを素材にしてるリトルナイトは効果では破壊できないので、まあ、2枚破壊できるんで、まあ、ちょっとさすがにリトルナイトいいかなと、この後ろかな。あ、融合やば、対象体制が、俺の対象体制がなかった。で、ガーディアンキマイラでカード1枚、あー、でもちょっと強い。まあ、でも召喚権使っちゃってんだよね。召喚権使っちゃってんのはちょっと若干きつい。ハイドランと、まあ、アンブロエール爆破。
で爆破されたんでアンブロイル効果、一応ハッカーナ打つか。ちょっとなんか非常に厄介なのでリトルナイトを殺しに行きたいですっていう話をして、リトルナイト飛ぶかな、これリトルナイト、あ飛ぶか、なるほど。ちょっとリトルナイト守られるのが一番うざいからね。なるほどね。まあでもそうすると一応ガーディアンキマイラ自体は生きてるので、まあ帰ってきて、でまあコーンフィールドコアトルを使ってミラーソードナイト持ってきて、まあ召喚権ちょっとないんですよね。でもね、まあただ夢魔鏡は出せるんで、夢魔鏡は出しに行きましょう。で多分モンスター効果無効にできるやつ立てとかないとちょっとあかんので、これはエンマネイロスを出しに行きましょう。でこれで一応モンスター効果無効は一発飛ばせます。はい、一発ですけどね。そうすると多分相手の展開ちょっと止まってくれるんじゃないかなっていう気がするんだけど、まあバトルフェーズですね。頑張れ、うわー、夢魔鏡のエンマネイロス君はちなみに闇のフェード魔法があると相手のモンスター効果を一応一回無効にできるっていう効果があるぜ。さあガーディアンキマイラが持ってくる、打点は高え、対象体制はね、ガーディアンキマイラに頼む、耐えろ。ネイロスちなみにモンスター、あーちょそのカードずるくない？マジでそのカードずるだろ。毎回よ、反逆で毎回まくられるんだよ、おかしいって、クソゲーかよ。あでもヘッドクォーターか、ヘッドクォーターはまだ言うてたな、ヘッドクォーターは全然ワンチャンあるぞ。ヘッドクォーターはレスキュースカードを4枚戻してカードを1枚ドローするって効果なんですけど、まあこれ1枚ドローが強くなかったら別に何にも起こらないので、強くなければ大丈夫。これでターベランスすべきとかは本当に殺す、ちょガチでやばい。えあー大丈夫だ、インパルスはあんまなんもない。インパルスは正直どうでもいい今は。リンクさんか、いやリンクさん言うてもそんな強いやついねえと思う。多分発生は取れないと思うんだよなこれ。スプライトエルフ、なるほど、スプライトエルフだりな、スプライトエルフでアマスカレーナ戻ってくる、なるほどマスカレー戻ってくる。ただマスカレーナでこのターンは何も出せないから、これ次のターン帰ってくるのは確定ですね。これねエルフは素材にできないんで、まあこっちのターンでリンク4とか出てくる感じなのかな多分。いやまあそんぐらいだったらまあ別に許すか、ああ強いね、そんぐらいだったら許す。まあ一旦パッチワーク打つか、パッチワーク打つ、これ何出てくるんだろうこれ。マスカレーナでさ出てくるモンスターってこれ何、これあと残ってるやつ多分アンブロ使ってるでしょ。まあユニコーンとか意味ない、ウーサとかですかね、ウーサとか、まあ入ってるカードだとあとなんだ、アクセスとか、まあ、サロスエレスとかあるか、ダリナサロスエロスクルヌギアスが来るか。まあ一応ミラソ召喚するしかないんですけどね、ミラソ召喚するしか僕は道が残されていません。さあミラソの効果を起動するぜ、ミラソの効果を起動することによってデッキからモンスターを特殊召喚、まあもちろん体力のバフォメットを出すしかないね、体力のバフォメット特殊召喚効果発動。リトルナイトもいてマスカレーナもいるんで、まあ除去的には相手結構強いんですけど、あトカ姫か、なるほど、トガちゃんが出てくる、トガちゃん出てくると炎属性モンスターしか特殊召喚できない縛り入るんだよな。はい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 、まあまあそれ破壊されるのはいいや、効果は通るからね、破壊されても効果は通るんであんま関係ないと。これさトガ姫だとさあ、これ蘇生されたらこれ炎属性しか出せないぜ、炎しか出せない問題これ発生するぞ。これなんかワンチャンあるか炎しか出せなかったら言うてそんな強いモンスターいねえだろ、何人だと。難しくなってきたな、アンブロイル、はい、フィールドを破壊、はい、キマイラ処理される、キマイラは処理されてしまった、なるほどな、面白くなってきたじゃねえか面白くなってきたぜ、行くぜ、まずは融合を発動するぜ。
とりあえず墓地から蘇生できた方がいいから、次のこと考えてこいつ出すか。エッチンプチェンとガゼルを融合して、まあ、ちょっとハンデス効果あんまり見ないんだけど、相手ハンデハンドないから、幻獣をキマイラ出して、まあ、これはちょっとあれですね、こいつを墓地に送ることによって次のターンの、リソースを確保するという意味合いは結構強い。でガゼルの効果と、まあ、一応有幻獣キマイラちゃんの効果発動してハンデス決まる、あリトルナイトだるい、いやこれもう一発これでさ破壊しちゃっていいでしょ。これガーディアンキマイラが、あ、ちょっと有幻獣キマイラネームがいると、対象に取る効果は無効にして、破壊できる。まあ、これもミラソーダ使うか大したカード出てこない気がするけどな一応使うわ。これ レイジングフェニックスとかしか出せないんじゃないの、多分今炎属性しかいないから。こっち一応無効にさせてもらって、でコアトルで相手のリトルナイト破壊する、でキマイラ、あ、ガゼル効果で機関的弾に加えるの一応ミラーソードナイト、でチンプチェーンの効果によってマイスター持ってくる。これなるほど、これガーキマもう一発ぶち込みいった方がいいな。キマイラフュージョンの効果発動していく。でフィールド上の幻獣王とシザーと、いやまあミラソとかでいいか、これこうしてマイスターで戻せばいいから、ガーディアンキマイラ爆弾させる。さあ難しくなってきたぞ。ガーディアンキマイラ爆弾させて効果発動で1枚破壊し、あ、オッケーオッケー、いいよ、1枚破壊して、まあこいつだな。でキマイラフュージョン手札に加える。で、シザー効果使う。まあちょっとネイロイ一旦戻して特殊。で、デストイマイスターペンデラムスケールにセッティング。まあペンデラム召喚はできません。右側のあのモンスターにペンデラムスケールはないんで。てか永続魔法だしあれ。で、ネイロイ特殊。で、ネイロイ効果。意外と、これモンスター増えるぞ。いける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 。いけるいけるいける。いけるかもしれん。で、ネイロイを特殊。OK。これでだな。ああ、いいよ。今非常にいい。ディモールといい。ディモールといい。なんか、割といけてる気がする。これどうしよう。これから。これで、ちょっと待って、うわ、難しい。まあ、一旦殴るか、一旦殴ります。で、まあ、これ、キルは取れませんでしたが、モンスターはいなくなりましたと。で、これで、一発、キマイラフュージョン打って、で、天魔出せて草。キマイラと、闇属性で、ドラゴスタペリアを爆弾させておく。こうすると1回モンスター効果無効がかませる。でリンクリボーはもうどっか行ってるから、多分相手、ハイドランドとか効果避けれなくて、これ多分ね、これなんとかなるぞ多分。これターミナルス積み上げやばいか。ヘッドクォーター、これヘッドクォーター破壊しといたかったな。これヘッドクォーター破壊だったこれ、ガーディアンキマイラで。いや出てきたモンスターにいろいろ打てばいつあるんだよな。よし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 、いいぞ、これはいい。カガリビアいい、カガリビア強い、カガリビア ポプルスが出てくるだけだから、これウララをぶち込めば、あーてかポプルスはなんかあれか、別にあれか、あのドラゴンスタペリアでいいか、スタペリアでいいな、これスタペリア強いな、スタペリア強いな。まあ打つしかないね。ドラゴンスタペリアの効果発動、君のポプルス君の効果を無効にさせてもらうよ。いやいけるぞ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 。あと手札1枚なんだあれ、あとの手札1枚か何かによる。耐えたー時間ないっす。ちょっと耐えたんじゃないこれ、さすがに。これは、ギリ耐えたと言っても過言ではない。これなんかまぁちょっといろいろプレミしてそうではあるけど、なんか耐えたわ。来たわ。もう打てねえし、デストイパッチワーク。マジか。まぁ一応回収するわ。回収します。オッケー。でバトルフェーズ入ります。こいつぶん殴ります。はい、余計ななんか余計なカードを使わずに
もうひたすらに殴り続ければ相手のライフは2100しかないからいけると。いやなんか相手の展開弱かったから助かったけど、俺の展開も弱かったな。夢は今日ね、ギャクとネイロ以外引きたくないんですよね。てかなんなら全部デッキからリクルートしたりできるから、なんなら1枚も引きたくないみたいなとこあるんですけど、これ初手に引いちゃうとやっぱその手札マイナス1スタートみたいなとこあるじゃないですか。あれですよね、そこが夢野郷のなんか良くないところですよ。手札からも出せるようにデザインした方が良かったですから、夢野郷って。夢野郷ってなんでさ、デッキからリクルートしてくる効果なの？手札はデッキからじゃない、普通に考えて。現代遊戯王でさ、引いちゃいけない、なんか スラッシュバスターかよって思わない？なんか、バスターモードみたいなもんじゃん。なんかそのデッキからしかリクルートできませんみたいな。やば、ジャイアントトレーナーだ。やばい、ちょっと3枚ドローやめて。3枚ドローは卑怯だって。ズルなんだって、それはもう。アンモライトのジャイアントレーナー強すぎなんだって。まあ、でも言うてて、ジャイアントレーナーにリソース割くと大体ね、あのカードが弱いみたいなとこあるんですけどね。相手が、の盤面の。うわ、やべ、トレードインとかいう最強カード引いとる。待って、やばい、なんか引きに行ってんな、これ。ちょ、なんかクソデッキの匂いすんだ、俺。あんまりさ、そのガチデッキでさ、ホルス使ってるジャイアントレーナー出すことないんだよね。基本的には。サンサーラ？やば、レベル6落ち落ちてるやん。これもしかしてこれあれか、もしかしてだけど、ちょ、ホルスってお前かいの、あのホルス出てくるやつ、ちょ、お前、そのホルスちゃうねんみたいな話。うわ、プラネットパスファインダーの効果も起動されていく。プラパス効果、オーボー強いね。いや、これオーボーもなかなかに強力な効果してますんでね、これね。オーボーの石液、いやー、ホルスの黒炎神来たー。あいつ強いんだよな、マジで。あいつマジで強いんだよな。あいつね、ほんまになんかちょっと舐めてたわ。ホルスの黒炎神クソアゴだと思ってたけど、めっちゃ強い。1枚入れてればデッキの中にオーボで回収して、やばい、ホルスの黒炎竜レベル6をサンサーラの効果で回収してからアドバンス召喚する最強ムーブだ、これ。でジャイアントレーナーとかいうどうでもいいモンスターがリリースされて、ホルスの黒炎竜レベル6が出てくる。やっば。いや、融合テーマにね、融合テーマにそれ出したらあかんのよ。融合テーマにそれ出しちゃあかんのよ、ガチで。ちょっと待ってくれ、ちょっと待ってくれ、それはさすがにちょっと待ってくれ。手数出ねー、手数出ねーし、てか手数出たとしても全部止められる。融合させちゃっていいですか、先生。融合したいっす、自分。先生、ちょっと融合がしたいっす。安西先生、僕は融合がしたいです。とりあえず一回、バホメットを出しまして、で、バホメットの効果を起動しまして、融合縛りが入るんですけども、ガーディアン、じゃあ、ギマイラフュージョンと、ガゼルを持ってこさせてもろて、マジで、一回でいいから通して、一回でいいから、一回だけ、一回だけでいいから、マジで、一回だけでいいから通して、一回だけでいいから。1回だけ、すいませんでした、すいませんでした、申し訳ございませんでした。ターン終了です。融合テーマにそれ出しちゃダメだって小学校で教わんなかった。